イルファンと申します。現在は東京で NTT データで働いています。大学は工学部でしたが、ジムでのパーソナルトレーナーをやったり、ファッションコンテストに出たり、さまざまなモデルの仕事をやってきました。現在も働きながらパートタイムモデルの仕事をしたりしています。私は過去10年間で自分の見た目や精神を大きく変えることができました。自分を磨いてきた日々の試行錯誤で得たもの、そして自分が信じている心から描けば不可能なことなんてないっていうことを皆さんに伝えたいっていう強い気持ちがあります。2009年に日本へ来ました。当時は日本語が全く喋れず、友達もいませんでした。人前で一言も話せないシャイな性格で、まあすごく太っていたせいもあり、積極的になれず日本語もなかなか調達しませんでした。高校へ入ってからも勉強が全て日本語だったので、それについていけず、ますます自信をなくして引きこもってしまいました。痩せておしゃれもしたいし、堂々と人前で立てるようになることに憧れていました。ある時、一度きり人生がこのまま終わるのがもったいないなと思い、自分が憧れていた姿を目標に、まず痩せるために断食ダイエットを始めました。で、1ヶ月で20キロものの減量に成功しました。その後もリバウンドしないようにその体型をキープし続け、モデルとしてスカウトされるほどになりました。本気で努力をし、1ヶ月で見違えるほど見た目が変わり、1年で私の人生が変わりました。体型が変わったことによって自信もついたので、最初は恥ずかしかったけれども、さまざまなイベントに参加し、人前で話す機会があれば積極的に行うようにしました。それによって一気に日本語も上達し、友達も増えて学校が楽しくなりました。大学へ入ってからも英語でスピーチするサークルを作り上げ、そのサークルでリーダーとして活躍しました。卒業後 NTT データへ就職してからも、海外を中心とした様々な国の人と関わるような仕事をしています。自分を変えるためにこのように自主的に物事に取り込み、人と関わることでその楽しさを知り、人前で話すことが大好きになりました。現在は YouTube に挑戦しています。ダンディマンっていうチャンネルをやっています。このチャンネルではフィットネス、ファッション、そしてスタイリングをテーマにしており、私が自分を磨くための試行錯誤で得たものを皆さんに伝えたいと思っています。ぜひチャンネル登録お願いします。私が今まで経験し得たことをより多くの人に伝えたく、この度ミスタージャパンへ応募しました。皆さん応援よろしくお願いします。またこのチャンネルでミスタージャパン大会動画や選考の発表などが投稿されるので、それを見逃さないためにチャンネル登録お願いします。最後までありがとうございました。